日本と北朝鮮が拉致事件の被害者を含む、北朝鮮にいらっしゃる日本人の方々について、はい、全面再調査をやるということで合意したというのはもう皆さん広くご存知だと思います、はい、でいくつも疑問はあると思います。北朝鮮が果たして信用できるのかということを始め、ね、でその疑問の中になぜ今こういう話になったのかということもあると思います、うん、これ実はポイントは先々月の4月でした、はい、で4月に何があったかお話する前にですね、実はかなり以前から金正恩第一書記になってからの北朝鮮が現在の安倍総理を気に入ってると、ほう、交渉相手として良い相手だと思ってるっていう情報が日本のインテリジェンス情報収集活動ですでにはっきりしてました。あ、そうですか。安倍総理はいわば、中国や韓国には嫌われていて、はい、だからいろいろな反日工作も行われてしてますけども、うん、ですね、その中で北朝鮮はむしろ安倍さんが気に入ってるっていう話は、間違いない情報としてあったんですね、はい、これはどうしてかというと、北朝鮮は日本に強い総理をむしろ必要としてたんです。例えば今回の拉致被害者に関する再調査で言えば、はい、思い出していただくと2008年福田康夫政権の時にも再調査でちゃんと合意しましたね。そうでしたね。ところが全然北朝鮮は本当は何もせずに、はい、そのまま福田さんが辞めてしまって話はおじゃんになったんですが、はい、この時の北の本音としては福田さんのように弱い総理だと、はい、要するに北朝鮮に対して大胆な妥協もしてくれないし、うん、仮に何かの合意をしても日本国民の説得ができない、はあ、北朝鮮は小泉政権の時に5人返してそれで終わりのつもりだったのが、はい、世論の強い反発で終わりになるどころか逆に北朝鮮は制裁を受けてるわけですね、はい、だから僕はいつもみんなと一緒に考えましょうってことを提案するんですが、それでもなかなか世論の力というのを信じてもらえないこともあるんですが、この北朝鮮こそが日本では世論が一番強いんだと、本当の強者は世論だってことをよく知ってるわけですね。そうですか。で、したがって強い総理でないと、はい、交渉で合意しても意味がないってことをずっと考えていました。北朝鮮が求めるものも得られないって考えてるってことですね、はいはい、で4月に何があったかと申せば、先ほどポイント4月だったと申しましたが、はい、ご承知の消費増税がありました、はい、でこの消費増税をめぐっておそらく景気が悪くなって内閣支持率も下がる、そこを中国が、中国はそう考えて、それに集団的自衛権での自民党の分裂を引き起こして、はい、安倍総理をあわよくば引きずり下ろそうという政変工作を実際にやりました。ところが増税しても景気はあまり落ち込まずに内閣支持率も変わりませんでした、はい、集団的自衛権もたくさんの論議を読んでますけれども、安倍さんの考えている通り一応進んでいますね。でそれを見て中国が仕掛ける工作っていうのはやっぱ北朝鮮が一番情報を知ってますから、はい、それに負けなかった総理ということで、もうこの政権とやるしかない、北朝鮮は経済が苦境でまた餓死する人も出ているとも言われてます、はい、拉致事件を逆手にとって日本から援助を引き出したい、でもその相手としてはこの強い安倍総理であるしかないということで、強力な働きかけが来て、日本側としても実は例えば有本恵子ちゃんという拉致被害者のお母様、はい、佳代子さん、個人的にも親しく付き合いしてるんですが、はい、素晴らしい人柄の方ですがもう88なんですね、はい、その高齢化を考えると先延ばしすることはできない、はい、そこで全面的に再調査という合意になったんです、はい、じゃあこの再調査が信用できるのかということですが、そうですね、そこですね、基本的に北朝鮮はもちろん信用できません、はい、だいたい犯人が自分の犯罪について勝手に自分だけで調べるって話は本当は健全な常識を裏切ってます。ただし、はい、今回は先ほど言いました北朝鮮の姿勢が変わっているので、うん、2つ大きなポイントがあります、1つは全面再調査のこの全面って言葉ですね、はい、これ、普段の日本の報道では全面という意味は拉致被害者だけじゃなくて、例えば特定失踪者と呼ばれるその家出をなさった方の中で特定の人、北朝鮮に拉致された疑いのある人、はい、あるいは自分で望んで、北朝鮮に入った人、あるいはもうご遺骨となられている方々、
これは拉致事件が起きる以前にですね、はい、そういう人を全部調べる意味の全面だとだけ報じてるんですが、はい、実はもう一つ意味があって、この拉致事件が一番激しかった頃、その頃まだ現在の金正恩第一書記は生まれてないか、あるいは子供だったわけですね、はい、だから金正恩第一書記もこの拉致事件の全貌っていうのを実は知らないんです、はい、で北朝鮮にはいくつも工作機関があって、その工作機関がいわば、手柄を争うように拉致事件を起こし、それを指揮したのがお父さんの金正恩総書記だったんですが、はい、息子さんはそれ知らないんですね、だから北朝鮮にとっても初めてこの金正恩第一書記が拉致事件の全貌を調べる、そういう意味の全面という意味があるから、だから特別調査委員会というのを設置することになった。この特別という意味は、工作機関に対しても調べる権限を調査委員会に対して金正恩第一書記将軍様が与えますよって意味なんです、はい、したがって、何らかの結果を北朝鮮の内部では出します、うん、問題はその出た結果を一部しか日本側には知らせないことであって、はい、政府認定の拉致被害者でいうと今のところ鳥取で誘拐された松本京子さん一人だけになってしまうかもしれないという懸念があります、はい、で本当は、日朝はこの調査なるものを早ければ8月中に終わらせることで話し合いをしてます。これ表に出てませんが、はい、そうなると安倍さんが9月にも訪朝してこの松本京子さんをはじめ、ごく数人の方々を連れて帰るということになる可能性はありますが、安倍さんとしてはそれはあくまで第一段階だけにして、はい、その後第二段階第三段階と重ねていって全員を取り返したいという気持ちなんですが、うん、北朝鮮はその9月の訪朝があったらそれに終わりにしたいと思ってるわけですね、はい、そして日本から援助を引き出したいと思って、はい、終わりにさせないというのは最後の申せば。チャンネル登録もよろしくお願いします。